昼ご飯ということで、本日のティナパンは趣向を変えまして美食屋トリコのお家に伺います。いやー、トリコの家といえば有名建築家スマイル氏設計のお菓子の家、どんなお宅か楽しみですよね。家がない。あ、まあこういう展開はお約束。てかトリコはどこに行ったのよ。何言ってんだか分かんないし、トリコもいないし、番組が成立しない。仕方ない、ここは今日のゲストはオブサウルスさんです。オブさんの好きな食べ物は何ですか。そうですか、からしれんこん、渋いっすね。好きなタイプとかは。うっそ、ガララワニ、意外。私も結構タイプですって。うーん、困っちゃうな。私半人前のグルメキャスターだから恋とかしてる場合じゃないんだけど、まあね、気持ちは嬉しいんですけど。てかガララワニと私同じくくりなの。やだもう、やだもう。ティナさん、何やってんですか。トリコが土地を買う、しかもたった一坪で100億円。高すぎる秘密って何。ニワトラの卵、ヨッチじいさんと妻の記憶、次回も楽しさてんこ盛りです。トリコはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。